XS2E、オセ飛行セルホーセ -144316 号機、オセは、江戸社が開発し、アメリカ海軍が採用した、ンザ水上観測機。江戸社が初めて製作した、航空機。観測、対戦紹介、捜索救難などの多様途任務に使うために、アメリカ海軍が発注したが、採用するも配備しなかった。 江戸エアクラフト社は水蒸気のフロートを製造するために設立された企業だが1946年に初の自社製機である機体を江戸オセという計画のもと設計し海軍の名称に沿ったホーセマイナス -1 という名の試作機を2機製作したこの機体は1946年に初飛行を行ったホーセマイナス -1 は名称をそのままに アメリカ海軍から発注が行われた。試験により採用が決まり、量産型の機体として、オセマイナス一が発揮製造されたが、実際に前線で運用されなかった。この発揮のうち一機が、ざっと一として、複座の練習機へ改造されたが、量産型の手マイナス二は、製造前に、キャンセルされた。ホーセ一は、翼端に固定式の補助フロートと中央に、 主ローと型持ち式定翼配置の主翼を持つ単座単用水蒸気であった。環状に収納する場合に主翼は折りたたまれた。本機は観測、対戦紹介を含む様々な多様な任務向けに設計されていた。珍しい点としては主翼下のハードポイントに救難用カプセルを喧嘩するように設計されていたことでこのカプセルには 航空救難人無事に使用すると1名を収容することができた。利水するナス -1 ナス -1。ありがとうございます。